テレビだ。そこのお前、レスキューだ。財布でやめせ。
力みすぎだぜ。どうした？気にすぎだぜ。どうした？力みすぎだぜ。どうした？帰っても楽しくないでしょう。
いらっしゃいませ。連れてってよ。
了。よかったじゃん。分かんないところあったら教えてあげるよ。私今大したようで。
口が臭いね。なんだこの店。カンニーや、酔っ払っとって。いらっしゃい。おお、ありがとうな。よう、キリュウ君。よう、キリュウ君。準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。お待ちしてました、キリュウさん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主について
お話ししておこうと思いましてね。ああ、その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど、それを俺と小田がやるんだな。ええ、この役はやはりあなた方にしか任せられません。桐生さん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですが桐生さんには近いうちにお話しできると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事に神室町に帰ってきてください。桐生さん。わかった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。